とする、サッカークラブである。1924年8月16日にムルスカ、ソボタで、ポムリエ地方最初のスポーツクラブとして、村が創設され、その中に、サッカー部門も存在した。同年8月31日に、最初の試合の SK マリボルトの親善試合が、行われ、6から9で敗れた。第二次世界大戦中は、ハンガリーのクラブが参加したセケシフェヘルルの、 リーグに参加した。1953年にソボタに解消された。1955から56シーズンに大会の再編が行われ、ソボタはクロアチアスロベニアリーグに参加したが、3年後に廃止され、スロベニアのリーグに再加入した。1965年に村に解消された。1968年にユーゴスラビアドルガリーが、 西地域に昇格したが、13位に終わり降格した。1970から71シーズンにドルガリーガに復帰して4シーズン連続で所属した。1975年にスロベニアのカップで初優勝した。1991年にユーゴスラビア崩壊後最初の全国リーグが創立され、オリジナルメンバー21チームの一つとして参加した。 1995年にスロベニアカップで優勝して、独立後最初のタイトルを獲得した。クラブは、財政問題などにより、2005から06シーズンの1、SNL のライセンスを取得できなかったため、NK 村の後継クラブとなる、ND 村05が新しく創設され、3、SNL に参加した。最初の2005から06シーズンに3、SNL で1位になり、 2SNL に昇格した。2010から11シーズン2に 2SNL で4位になり、1SNL に昇格した。優勝したアルミニー、2位のインテルブロックリブラナ、3位のドラビニャは 1SNL への昇格を辞退した。2011から12シーズンに3位になり、UEFA ヨーロッパリーグ2012から13、出場権を獲得した。UEFA ヨーロッパリーグでは、 FK はクー、クスカソフィア、アルセナルキエフに勝利したが、ラツヨに敗れて、グループステージ進出を逃した。2012から13シーズンは1、SNL に参加したが、2013から14シーズンのライセンスを取得できず、2013年に解散した。2012年5月に、若手選手に機会を与える目的で N 村レイコが創設された。2013年に、 ND 村05が解散後、2013から14、シーズンは主に若手選手で構成され、N 村の名前で、MNZ ムルスカ・ソボタに登録、1、MNL ムルスカ・ソボタに参加した。最初の公式戦は2013年8月25日に行われ、GMT ・ボゴイナと0から0で引き分けた。最終的に優勝したセルディツァに次ぐ2位になり、3、SNL、 東地域に昇格した。2014から15シーズンに 3SNL、東地域で4位。2015から16シーズンに優勝したベルテンツに次ぐ2位の成績を残した。2016から17シーズンに2位になり、2SNL に昇格した。2017から18シーズンに 2SNL で優勝して5年ぶりに 1SNL に復帰した。 2018から19シーズンに 1SNL で4位になり UEFA ヨーロッパリーグ2019から20出場権を獲得した UEFA ヨーロッパリーグでは予選1回戦でイスラエルのマッカビハイファーと対戦したが0から2、2から3で敗退した2019から20シーズンにスロベニアカップ初優勝を果たした2020から21シーズンには 最終節で首位の NK、マリボルをアウェイで破り逆転優勝を成し遂げた。勝ち点では、並んでいたが、直接対決の結果が反映されるため、マリボルに対し2勝1分1敗初優勝が決まった。10、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。